皆さんこんばんは。5月31日、ネクストファームがお届けしています早わかり農業ニュース、日本農業新聞さんの記事の抜粋からお伝えします。最初は上ですね、農薬危害防止運動1日スタート。農薬による事故や被害を防ぐため、農水省は1日農薬危害防止運動を始めます。本年度のテーマは、守ろう農薬ラベル、確かめよう周囲の状況。各県や農薬メーカーなどが講習会の開催や関係機関へのポスター配布を行うとのことです。続きまして、真ん中ですね、キュウリ2割安、梅雨入りで回復へ。キュウリが平年比2割安で低迷しているそうです。中旬以降遅れていた入荷が集中し、流通在庫が増えたためとのこと。ただ直近の入荷量は落ち着いており、早めの梅雨入りで今後は一段とペースが鈍化、6月上旬は相場は回復へ向かうと見込まれているそうです。それでは最後、下ですね、米輸出前年比4割増、米国産不作、価格逆転も。2023年の米輸出が好調だった前年をさらに4割上回るペースで推移しているそうです。農水省によりますと、1月から3月の輸出金額は前年同期比 37% 増の19億6000トンで3万円。輸出量は同 37% 増の7686トン。伸びが大きいのが日本にとって上位の輸出先となる米国向けで、金額、数量ともに2倍以上となるそうです。またカナダ向けも同4倍から5倍に急拡大し、米国産から日本産に切り替える動きがあるそうです。背景には、米国などジャポニカ米の米の主産地が干ばつの影響を受け、22年産の出回りが激減していることがあるそうです。米国農務省によりますと、22年産の米国の中短粒種の生産量は前年比3割減の146万トン、主産地のカリフォルニア産の減少幅が大きく、同州産の5月の取引価格は平年比で6割程度高いとのこと。店頭価格も米国産米は高騰していて、日本貿易振興機構によりますと、22年12月から23年3月の米国主要都市の店頭価格は、米国産が1キロ当たり 3.4 から6ドル、これに対して日本産米は4ドルから 5.3 ドルと、価格差が縮小しているだけでなく、米国産米が日本産米を上回るケースも出ているそうです。カリフォルニア州の23年産の生産量は回復が見込まれていますが、現地の生産コスト高で流通価格がすぐに下がる可能性は低いといいます。日本産に需要の定着を図ることが重要とする見方が出ており、全日本米関連食品輸出促進協議会は、米国向けについて需要が見込める飲食店や EC サイトといった小売など、現地ニーズに即した販売提案を今後進める方針とのことです。はい、それではここでネクストファームからのお知らせです。ネクストファームではスマート農業ハウス賃貸募集ということで、このスマート農業ができるハウスを借りてくれる方を募集しています。ハウスの規模なんですが、1棟あたり幅9メーター、長さ54メーター、高さ5メーターとなっていて、総面積約495平方メートル、150坪のハウスとなっています。特徴としては大雪体感仕様で ICT システム導入、自動設備制御を行えるということと、冠水制御システムによって自動冠水が行えるというところが特徴になっています。外側の設備の例としては、こちらの絵にあります通り、換気扇や転送、外部上下側送というのが自動で開閉するのに加えまして、内側については遮光カーテンですとか保温カーテンがついていて自動で開閉を行います。今後ろで閉じようとしているのは遮光カーテンですね。夏の暑い日にはこういったものが閉じて、暑さを防ぐということができるという仕組みになっています。このハウスなんですけれども、今なら格安ということで、なんと1棟あたりですね、月額5万円でお貸しします。土地代、建物、システム保守料、電気代、水道代、全部込みになっています。入っていないものとしては、暖房燃料ですね、灯油代のみ実費精算となりますので、灯油代を使わなければ、この5万円だけでできるというところになっています。ぜひ、お声掛けのほどよろしくお願いします。またこのハウスの活用方法なんですが、新規事業の負担軽減ということで、新規収納の際に設備費用をかけずにですね、まずは賃貸で農業をやってみるということだったり、異業種の参入だったり、そういったところで活用できるものとなっています。
他にも農業以外としまして全天候型のアウトレジャー施設として内部に遊具を設置しての運営でしたり、室内ドッグラン設備のようなものを入れてですね、ペットと過ごす新しいレジャー空間の提供ですとか、または雨風をしのぐ資材置き場といったものですとか、そういったものにも使えます。いろんな使い方ができますので、ぜひこれを機会に借りてみてはいかがでしょうか。問い合わせ先等はこちらの下に書いてあります。メールか電話にお願いします。それではここまでご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録の方もぜひよろしくお願いします。